はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。前回は、第1回、トリミングをやりました。ボサボサ、禁止。でですね、トリミング後も、それなりに成長している水草なんですが、今回から、発酵式 CO2 を追加したいと思っているんですよ。というのも、ロタラインディカをできるだけ赤くしたいのと、水草をもっと綺麗に育てたいという理由からですね。一応酸欠が怖いので、エアレーションは常につけっぱなしの状態を考えています。もしかすると、全く効果がないかもしれませんが、前からエアレーションと併用できないのかと気になっていたので、そこら辺も検証ですな。ということで、やっていきましょう。まず、使用するアイテムですが、炭酸用のペットボトル。今回はウィルキンソン。発酵の元となるドライイースト。発酵のスピードを抑える重曹。夏用ですが、だんだん暖かくなってきたので、使用したいと思います。チューブをつなぐためのつなぎ。須藤のバブルメイト。あとは、グラニュー糖、瞬間接着剤、霧、エアチューブが必要となります。砂糖は、イースト菌の餌。ではまず、ペットボトルの蓋に、穴を開けていきます。で、これやってみて思ったのですが、かなり硬いですね。こんなに硬いなんて、思わなんだ。で、穴を開けつつ、つなぎを出したり入れたりしてたら、これ以上動かなくなっちゃいました。このつなぎには溝の部分があるのですが、そこに穴の部分が引っかかっちゃって、びくともしないんですよね。一度入ると、二度と出られないわな。返しがついてるなんて、聞いてない。偶然にもバッチリハマったので、そのまま接着剤をつけていきます。この時隙間ができちゃうと、CO2 が逃げちゃうので、丁寧にやっていきましょう。まあ、うまくできなかったら、何度も上から接着し直せば OK。裏側からもしっかりね。少しわかりにくいですが、ちょっとこんもりする感じで接着しました。これで、密閉も完璧や。蓋が完成したら、乾かしている間に、ペットボトルの中身を作っていきたいと思います。今回は錠を、が手元にないので、紙で代用することにしました。ではまず、グラニュー糖を、100g 入れていきます。100g 入れ終わったら、今度は重曹を入れていきます。重曹は、発酵スピードを抑えるために入れるもので、重曹以外にも、寒天やゼリー式のやり方もあります。そっちの方が、反応スピードが遅いため、夏場にはおすすめらしいのですが、少し作るのが面倒そうなので、とりあえず今回は重曹式にしました。重曹は、2g 入れればとりあえず OK。ここまでできたら、30度くらいのぬるま湯を 400ml 入れます。この時、入れる温度が高すぎると、イースト菌が死滅してしまうので、60度以上の水は入れないようにしてください。ここまでできたら、中をかき混ぜて、ある程度溶かせる分は溶かしておきます。最後に、イースト菌を 1g 程度入れます。水面を軽く覆う程度が目安らしいのですが、今回はおそらく 1.5g ほど入れました。入れすぎると発酵が進みすぎて長持ちせず、入れなさすぎると発酵が全く進まない、といった感じになるらしいです。また、室温によっても変化するので、これはやりながら調整するしかなさそうですな。最後に蓋をして、エアストーン付きエアチューブを接続して、ボトルに設置し直したら完成です。ということで、完成しましたー。ボトルに設置してすぐに、CO2 が発生したので、成功と言ってもいいのかな？ちなみにこの後、エアレーションを軽くつけた状態で、1時間ほど様子を見ていて、もう大丈夫かと思って、30分ほど目を離していたら、発酵が進みすぎたのか、赤ひれちゃんたちが水面に浮いてました。発見するのが早かったので、その後すぐにエアレーションを強くして、エアストーンを取り出すことで、無事1名を取り戻すことができました。危うく、ボトルごと全滅するところだったので、かなり焦っちゃいましたよ。エアレーションをしていても、CO2 の方が水に溶けやすいので、エアレーションが弱いと、こういったことが起こるみたいです。
さすがに動画を撮る余裕はなかったので、あくまでも後日談って感じなんですが、小さい水槽を管理している人は、注意した方が良いかもしれないです。初めての CO2 の設置なので、よくわかってない部分もありますが、発酵式で様子を見ながら、効果があるようであれば、細かく調整が効く、CO2 のキットに変更するかもしれないです。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。また、動画の感想やアドバイスなど、気軽にコメント残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。